よし、じゃあ今回も、ゼルダ実況やっていきますか。僕に関して文句言われたけど。とりあえず、あれだよね。城行かなきゃいけないんだよね。それ以外に行くとこも多分ないと思うから、まあ行くしかないか。そもそもさ、あ、やべ。前回、ブレワイみたいにさ、塔行ってないからマップがわかんないんだよね。ここがどこだかマジでわからない。あ、待って、その前に買い物したいわ。あるか知らないけど。あれ？これ、えのきだ。えのきだのあれだよね。カツラだ。なんか部下的なあれだよな。リンク様、そうだよな。いや、よかったっす。マジ心配してたっすよ。いや、そうだよな。あれ、どこ行った？えのきだどこ行った？監視砦に馬宿出張所。あー、なるほどね。そしたらリック様にもぜひ使ってほしい。いや、あいつは？えのきだどこ行った？えのきだ？えのきだいないの？ここ。一回ぐるっと見てきた感じ。見当たんなかったんだよな。いっか。何してんだこいつ。なんかえのきだっぽくね？髪型ちょっと違うけど。カバンだ。知らねえ。え、うわー。え、え？あわ、閉まった。社長、えのきだ社長。え、えのきだ社長いんの？こいつ従業員か？あ、僕はなんてこと？知らないよ。あ、自分で直してる。えのきだ社長倒してしまって申し訳ありません。許されざることだぞ。君が突然声をかけるから。のせいにする、他責思考のゴミ野郎がよ。許されざること。えのきだ社長？いや、えのきだ社長知らないのか？知ってますよ。ゼルダさ、姫様からの指名で。この建材置き場を各地に、ああ、見たけど、前にもあったけど、車は作れなかったよ。ごめんなさい。まあいい、羨ましがられても困るから、あまり人には言いたくないけど、かの、有名なえのきだ社長から特別に任務を任されてるんだ。俺、友達やぞ。えのきだと。しかも、ただの看板ではないのだよ。えのきだ社長の姿が書かれた。おお。倒してしまうことなんて許されざること。僕自身がしっかり支えるのさ。お前、そういう役割でいいのか？だからこうなると他の看板立てに行けないんだよ。どうしたらいいんだろう。手を離してみろよ。もしかしたら君が支えてくれるのか？よし、手を離す。ああ。うるせえな、こいつ。え、じゃ大丈夫。だから、俺がやるって。ウルトラハンドでなんかするってことでしょ。まあ、なんでもいいよね。これでいいかな。え、これでよくね、もう。なんだ、え抜き出しじゃなかった。看板は取れないように。いや、手を離してみて。お、いけるでしょ。よし、離せ。まあ。でもくっついてないからね、これ。離れてるからね。倒れないけど。倒れないけど、この土台がどけた瞬間に倒れるよ。今のうちに看板固定してしまおう。あ、固定はしてくれんだ。固定できんなら そこら辺の木使って固定しろよ。なんか全然違う、俺が思ってたのと 身の影しっかり固定することができて 俺のやつ邪魔だって言ってどかされてるよ。やった、初給料だ。お仕事してお腹も減ってるだろ。僕の特製弁当もあげるよ。完成おにぎり。ありがとうございます。え、とっておきのコレクション。うまいと宿泊券。宿泊券なんてあんの？はい、さよなら。てか、猪木田社長の場所教えてもらってねえわ。これ別に、あれだよね、向こうにいますよとかじゃないよね。よくわかんないけど。脱線したな。行かなきゃ。戦いのし、ああ、戦う系ね。戦う系だったら、でも戻れ子とか使えないよな。ルトワハンドぐらいしかないのか。戦おうぜ。そんな強くねえだろ、これ。ごめん、強そうかもしれない。イニシエのジャオを浄化し、ああ、教えって言ったっても、
戦うだけでしょ。え、敵の、あ、え、それやったよ。知ってる知ってる。何してんだこいつ。リンク殿、いつ城から、え、誰お前。ベニー？誰？知らない 知らない人。ホスタ殿も。ホスタ殿って誰？え、ホスタ殿って誰？なんつんだっけ？待って、ホスタ殿って誰だ？前作の人かな？横から 縄文の意味ないだろ、あんまり 馬で、お、な、誰だ？誰だ？これ誰？ラセニー 知らねえ。リンク殿。いや、知らない人ですね。あれかな？ハイラル城のなんか、部下の人かな？ケツでも見とこか。にしても懐かしいな。ここ 前作だとあれだからね。最後の最後でやっと侵入したぐらいだからね。また雰囲気似たような感じになってるけど。すげえ。めちゃめちゃ浮いてる。お前がホスター？違った。ユータス。三の丸ってもうもっと先なのかな？あれ？これホスター？ホスター？え？なんだ？ホスターじゃねえな、絶対。こんな鍋の蓋を兜代わりにしてるやつがホスターなわけねえ。本当にいる。本当？この上？こりゃすげえや。おお、声。おお？大丈夫か？急に話しかけんじゃねえよ。落っこちたらどうすんだ。そりゃそうっすね。だけどなんか覗きたくなっちゃうんだよな。これめっちゃ深くね？俺っす。めちゃめちゃ行きたいけど、まあ、今行ったら帰れなくなる。あ、またある、これ。えのきだの。よくこんなとこまで素材持ってこれたな。いたいた。見ろ、このお玉を。トティス、違った。ホスター隊長、どこだよ。もっと上か。どんだけ高いとこいいんだよ。ここ、柱とかないからさ。登るの大変だと思うんだよ。あ、待って。なんか向こうに翼みたいな。いや、違ったわ。あ、これか。ホスター隊長、お前じゃなくて、こっちな。今すまないが、今取り込み中。なんか大丈夫？栄養取ってる？なんか、ガリガリな気がするけど。リンク殿。あ、なんか見たことある気がすんな、こいつ。いや、気のせいかもしんないけど。ん？え、一緒に帰ってこられたわけではなく、ゼルス様の声、我らと合流して捜索を。ビルダ様多分中にいますよ。とにかく我々はゼルス様を引き続き捜索すればよろしいのですよ。あ、でも実際捜索って言っても。お前、ゼルダ様が、え？どこ？遠？めちゃめちゃ遠くにいんじゃん。ゼルダ様、ご無事で。無事か？これ。飛んでった。え？飛んでったぞ。消えたぞ。なんだ？ん？あ、そういう反応になるわな。ん？見られましたよね。ええ。もう、この目でしかと。なんと不可解。不可解だね。あいつ不可解なことしかしねえからな。待って、我々も撤退しますが。ああ、先に帰っとけってことでしょ？あれ、ワープってあったっけ？めんどくせえな。監視塔の中にあったのかな？なんか、墓がある？これ、回っちゃっていいのかな？さすがに読めねえかな？わかんねえ。薬剤で失われし。あ、なるほどね。ゼルダが、墓作ったってことね。うーす。スタミナ切れてる。うっす。おい、リンク、どう？何かわかった？まあ、
あいつが不可解だったってこと。え、ゼルダ様が、ハイル城から光になって飛んでった。何言ってんだこいつってことでしょ。まあでもその目で見たってのは信じるしかないけどね。あと捜索の手を変えないけど、とね。まあ、仮に飛んでったんならもうどうしようもないけど。調査の過程で姫様の足取りもつかめるはずよ。あとプラバット。そうだね、プラバット持ってるよ。お前が名付けたと言われるプラバット。なんかちょっと古ぼけた気はするけど。まあ、結構前のやつだからね。プラバットでハイラルのマップ見ようと思ったけど、マップ登録に使う眺望台？何それ？塔みたいな感じ？前作の。やっぱあれなんだ。やっぱこれなんだ。外観は完成してて、外観だけか。あ、ワープの最終調整がまだなのです。なんかめっちゃ噛むな。ワープか。でもそのぐらいだったらすぐに対応できるかな。一応プラ、お前、あれか、ヒール履いてるからか。だから、でかく感じたのか。まあ、でかいっつうか、身長高く感じたのか。昆虫と、中央に立ってる避難号の門番。今そうなやつ。見せたくなら、あ、もうそれ言ったよ。お金なくて何も買えなかったんだよ。いいよ、お金ないんだから、どうせ。20円しかないんだよ。チェッキー、出たー。そういえば言ってたな、お前。チェッキーね。チェッキーって何なの、結局。チェッキーってもう、国語辞典調べても出てこないからさ。わかんないよ。これ、ケツ突き出してる場合じゃないよ。そっちがそっちで。よし、完了。早いでしょ。ミスターが終わった？もう一瞬よ、もう。やることないんだもん。懐かしいね、あ？スイッチ？スイッチ入れて。大丈夫？おお、ライトアップ。あ、やっぱ塔だよね、これ。塔を改造した感じ？わあ。何？おお。 これいろんなところから一線出てんのかよ。やばくね？あのガチャン一つでさ、こんなに あちこちからこんなん出んなんて、やばくないか？どういう装置だよ、それ。他の場所の調歩台も大丈夫そうなのです。なんかあいつ、一人称ミーとか言ってそうだな。ミーも大丈夫なのです、みたいな。プラバットをそこの端末にかざしてみてくれる？前作みたいな感じよな。懐かしい、これ。タッチ決済のやつ。あ、これでワープポイントになるわけね。あれだよね、塔登んなくていいから楽だよね。楽でいいわー。何？入っただけ。プラバットに眺望台が登録されたから、ワープも使えると。すごいでしょ。すごいよ。これなかったら地獄だよ。相談にすごいとか、ここだけじゃない。今回の役目は、スプリオ、あ、マップね。まあ、マップないからね。もう、どこに何があるかわかんないんだよ。すごいでしょ？すげえよ。胸のサイズもすごいよ。パラセール、あ、パラセールあんの？あんたほど上手に扱える人がいなくてさ。まあな、パラセールじいちゃんと俺しか使ってねえからな。ら、か、ら、はいこれ。パラセールだ。あるんだね、ちゃんと。よかったー。まずはテストスキャンね。あ、え、ない。発射台から飛ん、え、空にぶっ飛ばして、俺が周り見るってこと？緊急動画から観察させてもらうわ。お前、安全圏からお前、研究しようとしてんじゃねえよ。
絶対危ないでしょ、あれ。だからちゃんと戻ってきたよね。なんかさ、こいつの発言的にさ、パラセール、ちゃんと使えないってことはさ、これぶっ飛んだままさ、そのまま落下するってこ、ってことですよね。お、だからこれ、なんか、なんだよ。お、怪しいだろ、この 腰につけてるやつが。ああ、すごいよ、G が。ああ。え、飛ばしすぎでしょ。飛びすぎだよ。